今日はやりたいことで結果を出す方法についてお話していこうかなと思います。これを見ることで自分の好きなことややりたいことで結果を出せる方法がわかるので、ぜひ最後まで見てみてください。結論から言うと、まずは行動量を増やすことがめちゃくちゃ大事です。僕も自分のやりたいことだったりとか好きなことが全くわからなかったんですよね。そうだからこそ本屋に行ったりとか、何か自分の興味があることに進んで前に行って行動量を増やしていろんな体験をしてきました。こう本屋に行って何が大事かっていろいろやってきたら、やっぱり自分を知ることが大切なんですよね。なぜ自分のことを知ることが大事なのかっていうと、それは自分にしかやりたいことだったりとか好きなことってわからないんですよ。皆さんもそうだと思うんですけど、例えばあれやった方がいいよ、これやった方がいいよって言われるけど、やってみるとなんか違うなって思うことってあると思うんですよね。やっぱり自分がやりたいなって思うことをやることで、あ、楽しかったなとか経験になってよかったなって思うことがあるので、基本的には自分のやりたいこととか好きなことっていうのは自分自身が分かってるので、自分をまず知ることが大切です。じゃあどのステップを踏んで自分のやりたいことだったりとか好きなことが分かるのかっていうと、自己理解をする。自己理解って言うとなんか難しく聞こえるかもしれないんですけど、簡単に言うと自分の好きなこと、得意なこと、長所っていうのを知ることが大切です。やっぱり苦手なことをやり続けるのってどうしてもこう苦しくなったりとか続かなかったりするんですよね。なので自分の長所だったりとか得意なこと、例えば話すことが得意だったりとか、あとは書くことだったりとか伝えることが得意だったりとか考えることが得意だったりとか、自分の長所もできる限り良さを生かしながらやっていく。でその中で好きなことを掛け合わせていくことがめちゃくちゃ大事です。で仮説を立てて行動するっていうことです。例えば僕なんかはまず1の自己理解、自分の好きなことだったりとか得意なことを知って、話すことが得意なんだなとか、話を聞くことが自分にはとって無意識的にできるんだなとか、あんまり意識しないでも人の話聞くこと得意だなっていうところを自分の中で仮説を立てて、じゃあ人の話を聞く仕事ってなんだろうってなった時に、カウンセラーだったりとか、コーチングっていうところになって、あ、これ面白そうだなと思って、そっからスクールに行ったりとか、あとはその人の話を聞くスキルっていうのを本屋に行って勉強して、でその中で自分の能力を高めていったりしました。そうすると僕自身は楽しかったなとか、なんか今までやってたことがそれが意識してできるようになると、どん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 能力が上がっていくんですよね。で、今言ったように仮説を立ててまず行動してみる、自分はこういうものが好きかも、こういうものが得意かもっていうところをまず行動してみる、やってみる、スキル大きくなくスクールに通ってお金を払うとかっていうのは大変かもしれないので、例えば本屋に行ったりとか、そういう風に安くあんまりお金をかけずにできることってたくさんあるので、自分の中で考えてやってみる。3つ目、発信することです。結局自分がやりたいことっていうのとか好きなことっていうのは、いくらできたとしても知ってたとしても、それを価値に変えないといけないんですよね。なので発信することが大切です。発信するのっていっぱいあると思うんですよね。ブログでもいいですし、ツイッターでもいいですし、インスタグラムでもいいですし、あとはその周りの友達に伝える。今僕こういう風に、僕だったらコーチングをやってたんで、今コーチングやってるんだけど、ぜひともコーチングやらせてもらってもいいかなとか、あとはそういう風に SNS で発信していく。例えば内容、インプットしたものをアウトプットしていくとか。で、それで発信をし続けることが大事で、今こういうことやってる、こういうことやってるっていうことを周りに伝えたりとか発信することで、最後やってみるです。結局いくら自分の中で人に話したとしても意味がない。結局やってみる。お金をもらって、価値をもらってやってみる。お金がもらうのもちょっと怖いなって思う人に関しては、まずは無料でもいいから、ちょっとずつちょっとずつ行動していく。行動していくことで自分の知識も、あ、こういうとこがダメだったなとか、こうした方がいいなっていうことが、自分なりに失敗することが一番成功につながっていくので、結果につながっていくので、ぜひともそれをやってもらいたいなと思います。っていうことで、このステップですね、まず1、自己理解をする、2、仮説を立てて行動する、3、発信するですね、4、やってみるっていうところですね。はい、で僕自身もまだまだ自分の好きなことだけで生きているわけじゃないですけど、やっぱり僕は好きなことだけで仕事をしていったりとか生きていきたいとか思うので、皆さんもそうだと思うんですよね。
嫌な仕事をやるよりかは自分が好きだって思うことに対してやっていくことでやりがいを感じたりとか楽しいなって思うことが出てくると思うので、長く続けられる。やっぱり仕事ってこの人生の、大半が仕事になるので、なのでできる限り仕事を楽しくするためには自分の得意なことだったりとか好きなことを見つけて行動する。で、焦んないでほしいのは、好きなことだったりとかを仕事にするのってそんなすぐに見つかることではないです。簡単にすぐ見つかってそれがハマればいいとは思うんですけど、できる限りはそんなすぐに、僕もこれがいいなって思うのは、1、2年ぐらいはかかっていったので、ただこのこのステップを踏んでいくことで、自分のやりたいことっていうのが、なんとなく仮説が、これ好きなのかもしれない、これ得意なのかもしれないっていうことが分かってくるので、ぜひともやってもらえればいいかなと思います。はい。なので、このステップを踏んで、最終的にやりたいことで結果を出してやってみてください。